伊豆アニマルキングダムでは先月4年ぶりにホワイトタイガーの赤ちゃんが生まれ、昨日から始まったのがベビトラちょいタッチ会です。昨日は地元の子ども園の園児が招待され、飼育員に抱えられたホワイトタイガーの赤ちゃんを子どもたちが優しく撫でていきました。子どもたちがつけている軍手はお母さんトラの匂いがついたもので、赤ちゃんたちも気持ちよかったのか目を閉じてリラックスした様子を見せていました。ふわふわです。ちょっと怖かった。目がキョロキョロしてて可愛いかな。園によりますと、触れることができるのは小さいうちの今だけで、イベントは14日まで1日20組限定で開かれています。